はい、最強ツンデレ韓国ハーフのキャンです。はい、エマユミエです。はい、ミニマムのオンです。はい、リーダー AICO アイコです。というわけで、今日は大晦日12月31日何の動画かと言いますと、先日プリマの公式 LINE でアンケートを取らせていただいた、この今配信しているエブリデイプリマの動画たちのベスト3を決定したいと思います。皆さんの投票をもとにランキングを作らせてもらいました。アンケートに投票してくださった皆さん、ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。まずは第3位から発表したいと思います。イエイ。第3位はデン、オンステージライブ動画。イエーイ、イエーイ、イエーイ、オンステージはですね、プリマのオリジナル楽曲、代表曲とも言える楽曲なんですけど、それのあれですね、11月15日のジュークボックスの時のライブ映像が第3位にランクインしました。イエーイ。11月、先月なのに超前に感じる。早い。しかもね、確かね、フルバージョンのライブ映像のオンステージはこれが初公開だったはず。あ、ね、短いのはね、あるんだよね、多分。なるほど。ちょっとコメント読みします。そうですね、そう、アンケートと一緒にね、皆さんのコメントも来てるので、ちょっとじゃあその中から1つ、はい、どう。私がプリマを知るきっかけとなったのが11月15日に行われたジュークボックスで、その時にオンステージを見て女の子たちがキレキレ踊ってる姿に心を奪われたから。ありがとうございます。ありがとうございます。泣いちゃう。嬉しいね。泣いちゃう。これきっかけでプリマを知ってくれたっていう。泣いちゃう。それは嬉しい。なんかオリジナルがランクインするのやっぱいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。では第2位の発表に行きたいと思います。第2位は歌手のアトリゲーム。まあ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 、そうですね、人気だもんね、これね。再生回数もこれ結構すごい感じじゃない。皆さんは見てくれました、歌手のアトリ。歌詞をのワードをしりとりでつないでいって乗っ取っていくゲームだよね。しかもまさかの最後がね、終わり方が終わり方で良かったんじゃない。最後までやっぱ見てほしい。そう、最後まで見てほしい。あの最後のオチももちろん見てほしいし、その後のなんていうの、一回本編終わったと思いきやの後にちょっとあるんだよね。この子が練習してみたみたいな。そう、練習で撮ったのが意外と面白かったのがあって、なんだなんだなんだ、そう、存在しない歌を歌ってるのめちゃめちゃ。そうそうそう。でもコメントなんか紹介しますか。じゃあこれも一つ。私がプリマドンナさんを知ったきっかけの動画だからです。あと歌うまいですし、面白くて結構歌のも理由の一つです。何回も見てみて、何回もリピートしたんですね、この子は。嬉しい。あ、さっきの人とは別の方ってことだもんね。さっきの人はオンステージがきっかけでしてくれて、今のこのコメントの子は歌手のっとりからプリマしてくれた。なんかさ、本当にあるんだね。なんかライブで見てじゃなくてさ、こう動画で見てそっから知ってくれるって本当に。そんな感じですね。はい、ではでは、栄えある第1位は、胸キュンしりとり。イエーイ。携帯彼氏、携帯彼氏、胸キュン考案この子なんですよ、実は。ごめんなさい、私考えちゃいました。みさきちゃんオリジナルのゲームなんですね。みさきた、いやー、これね、流行んないかな。流行ったら嬉しいよね。あのね、これもね、コメントね、割とほとんどの人が面白い。まあ、面白いに尽きる。面白いに尽きる。面白いって思ってくれるんだね、あれ。でも、キュンキュンしたっていうコメントで面白くて、キュンキュンしたはキュンキュンしてくれた。女性から見たらね、なんか、実は
あそれで落ちたな、きっと。あ人3人くらい落ちたな。何人くらい3人か。3人くらい再生されてるうちの3人。3人くらい落ちた。なんかね、結構私たちは本気で言ってたんだけど、面白かったらしい。ガチだったんだけど、ね、ガチだよね。なんかキザに言おうとすればするほど、なんか変なの出てきて。なんか、漫画の世界だったね。楽しかった。なんかあの動画の方はこのキャンはねいないんですよね。そう、今プレミアムで。そうけどこの前ライブの MC とかでね、うん、初めてキャンに、キャンがファンの方に目の前でこう披露したりしたバージョンも実はあるんですけど、なんか胸キュンはね、あのディズニーでも続編撮ったりもしたし、今後もしかしたらまたバージョンアップして帰ってくるかもしれないので、それを2017年楽しみにしていてください。はい、はい、というわけで改めてランキングはこんな感じでした。そう、あの4位から後は本当に接戦だったんだよね。超いっぱいある。同率4位がちなみに、ちなみにね、なんかギャップドッキリ、あ、そう、うん、ギャップドッキリと、あと、なんだ、本当にファビオのね、オフ動画とかも割とランクインしてるし、あ、そう、オフ動画意外と人気だったよね、うん、あとね、マネキンと、マネキンチャレンジね、マネキン頑張った、頑張ったね、カズトリガン、すごい頑張った、カズトリガン、すごい、ああ、ズブン、ズブン、ブブブン、あれね、プリマのバカって企画系が好きなのかな。企画系が好きなんですね。でも企画系があるからのダンスパフォーマンスだし、ダンスの真剣なのがあるからの企画系、まあね、でしょ。でしょ。どっちも大事だよね、きっとね。なんか好きなやつはランクインしてたのかな。なんだったらいいね。でもまあね、なんか企画系が一番でダンスはその次だったとしても、逆にそれこそうちらがやってる意味があるよね、うん、動画を配信してるね、今があります。こうして YouTube でいろんな方たちと出会うことができたので、2017年はまたぜひライブで皆さんにお会いできたらなと思います。はい、楽しみだね。君に会いたい。というわけで、以上で、多分約70本前後のエブリデイプリマが今上がってるんですけれども、はい、2017年もまたこのまま続けていきますので、ランキングはちょいちょい作っていきたいなと思います、うん、ぜひ公式 LINE で、こういうアンケートに協力してもらえたら嬉しいです。はい、はい、それでは2017年もプリマドンナをよろしく。